フェルナンデルは、フランスの喜劇俳優、シャンソン歌手。本名は、フェアノン・ヨゼフ・ディス・ヤ・カンタンデン。ひょうきんな馬面が特徴で、フランスが生んだ最大のコメディアンの一人であった。マルセイ・ユーマレ。父はパートで、カフェやミュージックホールで歌っていたシャンソン歌手で、その縁もあって、少年時代から舞台に出演しては得意の、モノマネなどをしながら、コメディアンになることを夢見る。 学校を卒業してからは銀行に勤めるも1922年になって退職しニースのキャバレーで漫才や寸劇を演じまたシャンソンを歌うなどして生計を立てる1928年にはパリに出てポリの座にデビューこの頃コメディアンとしての人気も高まり1930年に主役としてレブラン・イル・ノワールにて映画デビューを果たし特に マルセル・パニョル監督の諸作品で一躍有名となる。また喜劇のみならずジュリアン・デュビビエ監督の舞踏会の手帳のようなシリアスなドラマにも出演。1939年に兵役につき、除隊後は再び映画入りし、パニョル監督の作品で人気を盛り返し、1952年からはドン・カミロシリーズに出演。彼の当たり役となりシリーズはその後6本も作られた。 死後に授与された、レジオンドヌール勲章を、はじめ、1964年には、フランスシネマ大賞、同年のオレンジ賞などを受賞。また、1964年には、ジャンギャバンと共同プロダクションギャフェルを設立、バター料理騒動などを制作、監督、主演した。1970年、ドン・カミロシリーズの6作目の撮影中に倒れ、映画の完成を待たずして、 1971年に149本の映画と10本のオペレッタ、そして数々のシャンソンを残し、ガンのために死去した。この前年には、ブールビルが休止しており、フランスは立て続けに二人の国民的コメディアンを失ったことになった。芸名のフェルナンデルの由来は1925年に結婚したアリエット夫人が、私のフェルナンドと呼んでいたことからついたもの。 その夫人との間に子供が三人おり、その一人フランコも俳優となった。ありがとうございます。